チストラは、スペインのアラゴン州、バスク州、ナバラ州で作られる、即成塩漬けにしたソーセージである。チョリソーの一種とみなされる。豚ひき肉、または牛うどんの合いびき肉を、ラムのトライプかプラスチックに詰める。脂肪の顔料は70から80%である。ニンニク、食塩、パプリカで味付けし、明るい赤色になる。焼いたもの、揚げたもの、グリルしたものを、 タパスの一部として食べる。直径は約2 5トルと伝統的なチョリソーよりも細く仕上がる。長さは平均4 0トル程度だが詰めるケースによっては1メートルに達するものもある。ピレネー山脈では2種類のチストラが存在する。一つは豚肉だけ持ちいい、もう一つは肺、骨付きの頭、水臓も持ちいい、ベアリカと呼ばれる。 レオン県名産のものはチーストラでレオンと呼ばれ牛肉の割合が多い。チストラを用いる人気の料理の一つは目玉焼きとジャガイモを添えるウェボスロトスコンチーストラワイパタータスである。チストラは丸ごと揚げた後小さく刻む。揚げたチストラはビールやワインと合わせる。また揚げたチストラはボカディージョと呼ばれるサンドイッチの具にもなる。他の人気料理には クロワッサンに具として詰めた、クロワッサンプリネードやジャガイモ、または卵のオムレツトルティーやコンチーストラ等がある。サンセバスティアンでは、トマスの生命祝日に伝統的に食べられる。この祝日には伝統的にチストラをタロに添えて、シードルと共に食べる。ありがとうございます。